マリオン・デイビスは、アメリカ合衆国で1920年代から1930年代にかけて活躍した映画女優。ニューヨーク州ブルックリに出身。新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの愛人として知られる。本名は、マリオン・セシリア・ドゥ・ラス。父親は裕福な家の出で、弁護士、裁判官であった。修道院で教育を受け、小さい頃からマリオンは、 女優になりたいという望みを持っていた。1916年、三人の姉に続いて、ジーグフェルド・フォリーズの、ショーガールに加わった。ブロードウェイの舞台に立っている頃、新聞王、ランドルフ・ハーストと出会い、その人生は大きく変わる。ハーストはマリオンを体操機に入り、彼女を愛人として、カリフォルニア州産シメオンにある豪邸、ハーストキャッスルに迎え入れる。 メディア界最高のオーソリティであったハーストは金に物を言わせ、マリオンを世界一のスター女優にしようと彼女のためだけのプロダクション会社コスモポリタンを設立。パラマウント、MGM、ワーナーブラザースなどハリウッド大手のメジャースタジオと提携し、有名監督を起用して46本の主演映画を作らせたが、マリオンの演技力は乏しく、 ハーストの20年に及ぶ、投資のいもなく、出るものすべてが不評に終わる。しかし豪華なコスチュームを身にまとう彼女の映画が大好きだった。ハーストも、お人よしや、活動役者で見せたコメディエンヌとしての才能を見抜く、ことはできなかった。お人よしの劇中では、当時の人気スターであるリリアン・ギッシュ、メイマレー、ポーラ・メグリのモノマネを披露している。マリオンは、 ハーストとの関係を、はじめは、楽しんでいたが、寝室は別で、彼女は、彼のことを、パパと呼んだ。マリオンの電気作家のフレッド・ガイルズによれば、マリオンはたびたび相手役の俳優に夢中になったが、ハーストは、自分では、彼女を十分に満足させられないことを承知しており、浮気は公認だった。喜劇王、チャーリー・チャップリンとの仲も取り沙汰されたが、 1924年、ハーストが主催する戦場パーティで映画プロデューサーのトーマス・エイチインスが謎の死を遂げる事件が起きた。マリオンは喫つ音だったので、トーキー映画の出現で映画にはもう出られないだろうと心配していたが、実際にはさほど障害にはならなかった。私の喫つ音を直すには、口に小石を入れるといいって誰かが言ってたわね。ええ。 やってみたわ。でも、撮影の間に、それを飲み込んじゃったの。それでおしまいクラークゲーブルや、ビングクロスビーと共演し、華やかなダンスや歌声を披露したが、1937年、ハーストの授業の崩壊とともに、映画界から退いた。1951年、ハーストが死んだその同じ年、マリオンは別の男性と結婚した。晩年は、 事前授業に関わっており、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で子供の診療所を設立するために190万ドルを寄贈した。UCLA のメディカルセンターにはマリオン・デイビーズ・クリニックという名前がついている。1961年、マリオンはがんのためにロサンゼルスの病院で亡くなった。映画、市民権に出てくるスーザン・アレキサンダーは彼女がモデルとされている。 ゲッティングメアリー・マリード1919ありがとうございます。